年をとって持病も心配けれど、足腰も弱くなって病院へ通うのは難しい。これ以上家族に負担もかけたくないし、自宅で療養できないものかな。どうぞ。こんにちは。どうも。はじめまして。私、とちまる訪問看護ステーションから参りました、訪問看護師の南さくらと申します。訪問看護師？主治医の村松先生から、吉澤さんが住み慣れたご自宅で療養したいと伺いましたので参りました。はあ。吉澤さんのお悩み、私たち訪問看護師にお任せください。訪問看護とは、看護師がご自宅などに訪問し、その方の病気や障害に応じた看護を行うことです。健康状態の悪化防止や回復に向けてのお手伝いをします。介護とは違うの？はい、そうなんです。訪問看護師は患者のお世話をするためだけに訪問するのではありません。患者の様子を観察し、本人に必要な医療は何か、今後どのような症状の変化が予測されるかなど、看護師が持つ専門的な知識を生かしながら常に状況判断することで適切な対応を行います。例えば、通常時には注射や点滴、チューブ管理などの医療的な措置を行うとともに、身体機能回復のためのリハビリテーションなども行います。また認知症や精神疾患患者へのケア、末期がん患者の苦痛の緩和にも対応します。緊急時には訪問看護師に24時間いつでも相談でき、必要に応じて救急車の手配や医師への連絡などを行います。さらに、看取りの際にも患者や家族を最後まで支えるのが訪問看護師の仕事です。つまり、患者さんやご家族の方がご自宅で安心して生活することができるということなんです。なるほど。お前たちいつの間に。実は村松先生から親父が自宅で療養したいって相談を受けていたんだ。息子さん、吉澤さんのことすごく心配されていたんですよ。まあ、これから訪問看護師さんが来てくれたら、親父もこの家で生き生きと暮らしていけそうだよな。そうね。お父さん、訪問看護師さんがいつも見守ってくれるなんて安心ですね。そうだな。うん。地域と家庭のナース、それが訪問看護師です。